ブラックバス、ブラックバス、ブラックバス。ボボテッテのフィッシングチャンネル。ボボちゃんと呼んでくれ。はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。さあ今回なんですけども、いつもの川に来ております。もういつもというかね、もう本当、出てくることが多いと思います。なぜならね、ほぼほぼここでしか釣れてないっていう、ですので、もうすごく僕にとってね、重要な川です。はい、まあ YouTube とかもね、見てもね、YouTuber の人ね、ここで釣られてること多いですよね。超メジャーポイントをね、短時間調光ということでやっていきたいと思います。まずはね、 HP3D ワッキー、はい、 0.9g のネコリグです。さあね、もうあとね、どんぐらいだろう、もう2時間もすれば、あと1時間ちょこっとでもう日没なんですよね。だからほんとラストチャンス。まあ信頼と実績の HP3D ワッキーです。特にね、護岸は僕はね、これでやることが多いです。でちょっと護岸より少し先にやるかなって時は、スナックレスネコリにしますね。ということでね、とりあえず、ひたすらピッチングで細かく打っていきます。もう必死ですよ。もうなんやかんやね、前回霞で釣れたのが3月の多分上旬ぐらいだったと思うんですけど、下手したら霞でね4月釣れないっていう感じになっちゃできません。なぜならちょっと、もうちょっと今月来れそうにないんですよね、霞に。あとはね、まあこの緊急事態宣言ということで一応ね上げさせていただきましたけど、一応ね釣り YouTuber としてね、お仕事ということでやらせていただいてますので、そこだけはねちょっとご了承お願いいたします。さ、今ね結構いい感じに引っかかったんですけど、そういう引っかかるポイントは、入念にやる感じですね。シンカーゲット。さあちょっとね、やっぱり風が冷たい。一応昼がですね20度ぐらいまで温まったんですけど、放射冷却がすごくて、朝はねすごい寒くて気温3度という、ね、で昼間20度、なんちゅう気温差だって話ですよね。ですのでね、なんか釣れてる人を今日見ませんでしたね。さあなんとかして釣れてくれないかなということで、ね、前回釣れたの3月中旬上旬ぐらいでしたけど、尻尾がね曲がってたんで、その時もうね4月中旬ですけど、あれから1ヶ月近く経ってるんですけどね。まずね変わったのがもうね、新緑ですよね。新緑、結構ね木々や草木ね、色がつきましたね。で桜もねもう散って、ですのでね、もうだいぶ季節的には進行してるはずなんですけどね。だけど、もうすでにですね10時間以上ね釣りしてますけど、バイトだったのかなっていうのが、3回ぐらいですね。そんなもんす、つらい。いやーつらいですね。貝、危ない、貝にやられるところでしたね。食ったの貝が、危なかったね。え最近のワーム高いじゃないですか。だからもうねバカになんねえっすよ本当に。さあじっくりとね、ここのストレッチで1匹を目指します。さあもうゆっくりゆっくりズルビーて、そして引っ掛けてシェイクして外してっていう、そんな繰り返しです。まあシェイクしながらねやってもいいんですけどね、ただそんな泳ぎ回ってる感じがね魚がしないんで、やっぱりそういうねストラクチャーにぴったりついてる感じがするんでね。もうねとにかくじっくりやるしかないかなって感じですね。でまあ余裕があったら、まあ僕の後ろにテトラ体がね広がってるんですけど、そのテトラ体でビッグベイトやろうかなと思います。まあね日がねだいぶ伸びてくれて、冬なんかね5時ぐらいまでしかね釣りできなかったですけど、今はね日が伸びてくれたおかげで7時近くまでできそうですね。
ありがとう太陽。でも単純にそのね、釣りにね時間を単純にかけられるんでね、いいっすよね。いやー来ないねテトラなのかな、釣れてくれないぞ、困ったぞ。たまにねちっちゃい杭みたいのがね沈んでんですよね。あとはなんかこぼれテトラとかね、岩とかも転がってるし。やらかしちゃったよ、フッキングが甘かったね。うわやらかした、貴重なワンバイト。しっかりよ、なあもうやらかした。ああ立ち直れないな、あともう一匹が来てくれるのかな。ね、さっきバラしたバスも中層シェイクだったんで、中層で食ってきてるんですよね。で対岸でね釣れた人もシャットで釣れたっぽいんで、ってことはやっぱり中層なんですよね。あジョイクロで浮かしてやってきます。とりあえずもうよいしょよいしょっすね。全部流せたらやっぱりちょっとね時間がかかっちゃうんで、こういうストラクチャーの、ね、本来だったらねあんまりこういうとこから、本来は結構ね擦れてるバスがこういうところについてると思うんですけど、すごい暗くなってきたね。ボートとかテトラとかほんとよいしょよいしょ、引き返してくる時のにシャット巻きます。ほんとバラしたバスが悔やまれる。意外とこっちの中にいるかもしれないですね。出てこないかなって思うんだけどね、甘くないよね。もうね杭が見えるんで
うわぁ、追いかけてきたよ。追いかけてきたけど食わさなかったよ。嘘でしょ。はい、ありがとうございました。やっとね、バスがヒットしたんですけど、バラシ、そしてジョイクロのチェイスもね、ものにできず、無念の敗北といった感じで終わりでございます。いやー、今回ですね、まあ、霞水系はね、大体取りだめするんですね、僕は。はい、ですのでね、今回も丸1日、取りだめしました。9本ぐらい取りだめしたのかな。で、これが最後の動画が、9本目ということで、今ね、6時半ぐらいですね。5月ぐらいになればね、もう7時とかそのぐらいのね、時間帯まで釣りできるようになるのかなと思うとね、ほんとワクワクしちゃいますけども、まだまだ、バスちゃんたちはね、本調子じゃないって感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。ボーテッペイことボボちゃんでした。もしですね、僕のことを応援してもいいよって方はね、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。